はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、この店内見て分かる通りですね、一蘭さんに来ております。一蘭さんといえばさ、もう誰しもが知ってるでしょう。結構ね、みんな YouTuber さんが来る時って替え玉対決とか限界まで替え玉をみたいな企画をやってると思うんですけれども、今回僕はですね、ちょっと趣旨を変えまして、1万円企画やっていこうかなと思っております。実は YouTube とかだとこの替え玉メインになってるので、知らないメニューとかも皆さん結構あると思うんですよ。なので今回は1万円企画ではあるんですけれども、基本前提としていろんなねメニューを皆様にご紹介しながら美味しいラーメンを食べていこうと思っております。ちなみにね、今回お邪魔させていただいているこの原宿店さんではこういった個室もございまして、家族とかでね迷惑になるかもとか気になってる方はぜひ原宿店さんで食べてみてください。そしたらひとまずラーメン注文しに行きますか。ということで本日の一発目注文買っていきたいと思います。本日一発目のこれ1万入れさせていただいてと、まあひとまずは普通にこれ特製1枚に、まあ、替え玉もいっちゃいます。贅沢にチャーシューも追加してご飯もいっちゃいましょう。こんだけ買ってで2050円ということで、これを5回繰り返してやっと1万円達成だね。ということでまずですね、一発目の注文購入してきました。一蘭さんはね、これラーメン頼む際にはオーダー用紙お好みでつけていきますんで、まあ1杯目だから特にカスタムはせず、これ基本でいきましょう。ちなみにね、このネギなんだけれども、白ネギと青ネギ選べるのよ。で、これなんか裏技みたいにネットで書いてあるんだけど、この間に丸つけると両方入ってくるらしいです。で、チャーシューももちろんありで、一蘭さんといえばね、やっぱあの辛いこの秘伝のタレ、これも基本でいっちゃいましょう。で、麺の硬さも基本で。一発目のオーダーはこんな感じでいきましょう。全部基本ですね。ありがとうございます。先にこちらから失礼いたします、はい、お待たせいたしました。すいません。はい、ありがとうございます。ということで1オーダー目のこれラーメンが到着いたしました。いや、もうめちゃくちゃ腹減ってるんでね、こちら早速いただきたいと思います。いただきます。やっぱりひとまずはね、こちらのスープっすよね。いや、うまそう。一蘭さん久々に来るな。ちょっとめちゃめちゃテンション上がるんだけど、あー、うまいなー。やっぱりいつ来てもさ、この味が待ってるからホッとするよね。ちょっと麺いっちゃいましょうか。うまっ。あ、固めももちろん好きなんだけど、しっかりと小麦の香りが出るように茹で加減は普通めが好きかもしれない。うん、ご飯いっちゃいましょう。ご飯、うん、うまっ。うん、秘伝のタレが溶いてくると辛みも加わってうまいわ。うまっ。そしたらちょっとそろそろ替え玉頼んでみますか。それでは少々お待ちくださいませ。失礼いたします。入れます。うん、うん、うまっ。一瞬でですね、いった豆は完食してしまいました。もうさらっといっちゃうね、これ。お待たせいたしました。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。両方入れちゃうけどさ、うん、もうパンパンですね。あ、うまっ。こんな感じでただいま完璧に1巡目の注文は完食させていただきました。このままちょっとね2巡目の注文していきましょう。ただ2巡目の注文何頼んでいくかね。もうこの辺りからねガンガン注文のね単価を上げていかないとやばいかもしれないんで、まあ、今回ももちろんこれ特選系選ばせていただいて、もちろん追加チャーシューさらに追加するか。これ気になったんだけど、煮込み焼き豚皿
こちらとキクラゲも追加して、で今回もご飯1つ2つで、僕の、ね、大好きな海苔追加しちゃいましょうか。海苔も2枚で、追加ネギと、これオスカランの酸味ちょっと頼んだことないんだけど、行きましょう。でちょっと飲み物で稼ぎたいので、これスカイビチャだね。これも頼んで、はい、今回の注文の合計が3740円と、合わせて6000いかないぐらいか。もうちょいっすね。はい、そしたら今ですね、2巡目購入して戻ってまいりました。今回ももちろんオーダー用紙にチェックさせていただきます。ちょっと今回ですね、がっつりいこうかなと思いまして、味の濃さ、濃い味で、こってり度も超こってり、ニンニクも一応無料のマックスである1かけらですね。で、残りはこんな感じ。またね、さっきとちょっと違ったパンチのある一杯になると思いますので、注文していきましょうか。すいません。はい、お願いします。失礼いたします。はい。それにしてもね、やっぱり一蘭さん、食べたいなって思わせるような仕掛けがもういっぱいありまして、今ね、僕がいる個室の上には、こんな感じで追加メニューなんかも、値段か何かね、書いてあるんだけど、まあ、こんなのを見たら、頼まずにはいられないよね。でも結構こう1万円ってなると相当贅沢できるな。でも今この感じだと6000いってないぐらいだから、下手したら次の注文もっとわがまま注文したら終わりよ。ありがとうございます。うわすごい、ありがとうございます。これめちゃくちゃうまそうじゃない？これご飯にかけたら絶対うめえじゃん。このお茶いいじゃんと思って注文したんだけど、今現在で言うと250円で500ミリ入ってるのよ。この企画的にはコスパ良くないな。もう普通に飲んだらめちゃくちゃ安いけど、この企画250円で500ミリは多い。まあすっきりするにはいいでしょう。ちょっといただきます。ありがとうございます。今回ですね、注文しすぎまして、卓上は完全にパーティー状態でございます。やばい。じゃあですね、出来立て第2陣もいただきたいと思います。これカメラ越しに伝わるかな、このこってりにすると、これさっきのよりもね、全然この液体油の部分が多くなってるね。でね、これさっきオスカランの酸味いただいたので、早速ですねかけちゃいました。めちゃくちゃうまそうな匂いがする。この酸味がどう効くかよね。めちゃうまっ。オスカランの酸味、正直初めて頼んだんですけど、めっちゃうまいね。失礼しました。わあ、うん、まっ、うん、うまっ。ちょっとみんな試したことない人結構実はいると思うんだけど、このオスカラーの試してみて、すげえうめえわ。うん、で今回一杯に対してね、チャーシュー8枚も追加してますから、こんな贅沢食いもいけちゃうのよ。うまっ。ちょっとこの気になってた焼き豚行ってみます。薬味いっぱい入ってんな。わ、うまっ。うわ、これはライスだわ。甘辛な味付けで、すごいね、ライス進む味付けよね。うん、うまっ。これめちゃくちゃ合うな。ちょっと汁もったいないんで、ライスに全部切ること言っちゃおう。この煮豚にはね、これ唐辛子ついてくるんで、この唐辛子もね、これライスにさ、あ、どうこれ、あ、絶対うまいよ。これは絶対うまいですね。あ、うまっ。やるべきよ、みんな、みんなマジでやるべき。うん、この丼うめえ。
沢だな今回ね、注文したこれ、まあ、追加のネギだったりとかキクラゲも入れちゃいましょう。しっかりとこう具材絡ませて、うわーうまそう。うまっ。ちょっと海苔もいっちゃいますか。うわ。さんのラーメンってこの豚骨系のラーメンなんだけど、変に臭みとかも一切ないからこってりしてるんだけれども、なぜかスルスルいけちゃうっていう。うん、今日の1万円企画は楽しんで終わるわ。うまっ。はい、ということで今ね、替え玉に到着いたしました。こちらの替え玉もうわドボンと、これ2杯目でも全然うまそうよ。一切残ったチャーシューもちょっと全部乗っけちゃって、海苔もいっちゃいましょう。で、卵と、完璧っすね今回はね、酸味のトッピングとかネギもね、追加で注文してますんで、これをね、完食しないと値段にはやっぱ入れられないので、スープ簡易しちゃいましょう。ということで2巡目こんな感じで全て綺麗に完食させていただきました。続いてね、残りの分で3巡目頼んでいきましょう。で、1巡目2巡目とね、食券機の方で購入してきたんですけれども、一蘭さんにはね、こんな感じで追加シートとかもありまして、ここにはね書いてないんだけれども、追加シートからラーメンも追加注文できるってことなんで、3巡目はこっちから注文していきましょうということですね。ただいまこんな感じでわけのわかんない注文をしてみましたよラーメン2杯で、まあここら辺ね、トッピングとかもいろいろかける2とかもしてます。これでなんとか1万円いくと思いますでね、こっちのオーダー用紙もさっきと同様濃い味に超こってりにしております。じゃあごめんなさい、ちょっと追加をちょっとややこしいんですけど、はい、ごめんなさい、ごめんなさい。ということで、ただいまですね、注文が完了いたしました。通常ね、こちら側から購入する場合は現金対応になるんですけども、今回はちょっと撮影で1万円企画ってことなので、特別に今計算しておりません。もしかしたらこのターンで1万円を超えてるかもしれないし、超えてないかもしれません食べ終わっても終わってない可能性があるドキドキ、まあ、あるんだけど、これでやっていきましょうということで、今ね、3巡目の注文の品が全部届いたんですけど、ね、見てもらえる？俺ほぼお祭り状態になりましたね。あれで、今回この秘伝のタレ追加できるトッピングもお願いしまして、マックスの20なんだけど、20倍にするとめっちゃすごいねそしたら早速ですね、こちらの方もいただきたいと思います。うわすごい、あすごい、うわすごい、やばい。この秘伝のタレは10倍まで無料で増せるんだけど、普通に注文したことないから、え、これどうなんだろう、高すぎる。ちょっといただきます。これあーうまっ。うん、ベースのスープの甘みとこの秘伝のタレの辛み、これがね甘さってすごい食欲出てくるわ。一口で喉がねポカポカするよ。今回もね、ちょっとお茶とか頼んでるし、この3巡目全部食ったらいい感じにお腹いっぱいになると思うんだけど、これで超えてなかったらやべえな。すぐこの1杯目食べ終わっちゃった。一瞬でなくなるね。辛みが来てる口に甘い焼
キムタザラ、これがたまんないのよ。うん、うまい。そっか、ここでトッピング入れないと使い切れねえわ。クラゲと、あ、このラーメン今追加ネギもしちゃったし、入れのタレ20倍にもしてるからスープ飲み干さなきゃいけないね。結構辛いけどねこれね。超こってりにしてるのがあだとなったというか、やっぱどんどんねこう重量感があるから満腹感がね増してくるね。ありがとうございました。これで全部で5杯でしょ。で麺も7玉全部で、それ腹いっぱいになるわ。腹いっぱいだもんね。うん、正直に言うよ、正直に言うと結構今日の企画は余裕だと思ってたんですよ。でもね、みんな見て、あ、お腹です。結構入ってるでしょこれ。だんだんと本格的な大食いになってまいりました。この辛いスープに焼き豚合わせても美味しいかもしれん。うまっ。超こってり濃いめで辛くてね、こってりもったりしてるスープとこの煮豚、すげえパンチ力あるわ。めっちゃうまい。いやマジでまさかこんな腹いっぱいになるとは。外食で1万円食べるってすごいわ。さすがの大食い YouTuber でも腹パンパンになる。うん、よし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 、もうラスト、もうスープにゆで卵だけ、めちゃ腹いっぱい。なんとかスープ完食しました。辛い。そしたら残すところこちらがラストいただきます。ということでただいまですね、こんな感じ、すべて完食いたしました。ひとまずですね、ごちそうさまでした。いやそれ今30名食べ終わりまして、今現在の合計金額をお伺いしてもよろしいですか。はい、はい、1万920円。あぶねということでですね、こんな感じでなんとか本日は1万円企画無事達成することができました。今日のね動画を見てくださった皆様、実は結構知らないトッピングあるんじゃないかなと思います。普段ね頼まれない方でも今回の動画をね見て気になった方はトッピングも含めてですね、一番美味しい自分のカスタムをした一蘭さん楽しんでみてください。ということで本日申し訳ございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますので、そちらは概要欄からチェックをしてください。ということで次の動画でお会いしましょう。じゃあね、腹いっぱい。